料理人串木信明さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。松の木、はい、あれにこう斜めにこう線をいっぱい入れて下にカンカラ置いたんだよね、はいはい、で松屋に劣る、はい、誰だったかなって私がそばで羽衣歌子ですって言ったら、あのバテン、うん、そうそう、ちょっと私の顔見たと20代だから、なんで君が羽衣